うつむきかけたあなたの前を静かに時は流れ熊本ねえ、もうなんかすごい、1ヶ月分の雨量が半日で降ったとかっていう、ねえ、すごい。僕の知り合いっていうか、僕は知ってるんですけど、向こうは僕のことは知らないかもしれませんよ。H2O の中澤健二さんっていう、思い出がいっぱいっていうね。で、一回ライブでご一緒させてもらったんですけど、あの方がね、熊本に住んでらっしゃるんですよ。であとね、ちょっと中澤さんの思い出がいっぱいの歌おうかなと思ってますんでね、松山千春さん以外の曲もちょっと今日はお届けしたいなというふうに思いますけども、まず季節の中で聴いていただきまして、千春さんの歌ってね、雨がこう関わる歌詞がね、歌詞の中で雨が出てくるのも多いんですけども、なんでかちょっとこの前のラジオで言ってはりましたね。小さい時に雨が降ったらお母さんが土木関係の仕事やってて、雨が降ると母親が家にいてるから、だから雨が好きなんだとかね。
なたと暮らしたわずかな時間通り過ぎれば楽しかったわ。これ以上私がそばにいたなら、あなたがダメになってしまうのね。いつの間にか降り出した雨、窓の外は銀の雨が降る。あなたのそばで、あなたのために暮らせただけで幸せだけど、せめてあなたの寂しさ少しわかってあげればよかったのに。あなたがくれた思い出だけが一つ二つ銀の雨の中、私に言ってくれたのはあなたの最後の優しさですね。いいのよあなたについてきたのはみんな私のわがままだから、あなたの夢が叶うように祈る心に銀の雨が降る、銀の雨が降る、銀の雨が降る。ありがとうございます。聞こえてますか？聞こえてる？そっち Facebook の皆さん聞こえてますか？あのこっちも聞こえてますか？はい、聞こえ、今笑うとこか。いや今日それは何、チーズケーキかなんか、あ、シフォンケーキだったよ。ここ美味しいよな。食べたことないんかい。おもろいな、自分。ちょっと 暑いからちょっと上着脱ぐわな。ちょっと暑くなってきたな。さあ、今日はね、リクエストをいただいてましたね、実は。リクエストをね、あのいただいているので、小出しにしていこうかなと思ってます。山口の由美ちゃん、山口県の由美ちゃんからリクエストをいただきまして、由美ちゃん、由美ちゃんのこのポーズが好きらしい、ね。山口の由美ちゃん。
ね、リクエストいただきましてありがとうございます。あ、皆さん見ていただいてありがとうございます。あ、よく聞こえてますか。ありがとうございます。私もケーキ食べたい、うん、食べに来て、ね、食べに来て、山口から食べに来て。それじゃあ、山口の由美ちゃんが君を忘れないをリクエストをいただきました。これからはリクエストコーナーが、君は砕け散った夢のかけら、一つ一つ小さなその手で集め、いいさやり直すと笑っていた君の頬にこぼれる涙を見たよ。どうして生きているの？君は僕に尋ねたけど、答えを急ぐことはない。やがてわかるから。諦めない、何度だって立ち上がろう。恐れるものなどないさ。君を忘れないよ、互いの道歩こうとも、どこかで会えるといいね。君から教えられた自分自身愛するように生きたい人を愛したい。命あるか自分自身愛するように生きたい人を愛したい。命あるか忘れない、いい歌詞なんですよね、これね。僕は松山千春さんに憧れて、まあ、憧れすぎて毛が抜けてしまったんですけどね。
で、憧れすぎたら病気も一緒になるんですね。糖尿なんです、ね。まあ何がどうなるか分かりません、人生ですね。まあでもこの詩にあるように、まあ、55ですからね、55ですから、まあ残された人生を僕はまあこのね歌い手として頑張っていきますけど、やっぱり今回コロナでね、もう僕去年8月ちょうど1年になるんですよ。もうちょっとで CD 出したんだね。8月の31日に出したんですけど、でそれでいろんなところでライブさせてもらって、いろんな人に歌聴いてもらって、で初め1000枚作ったんですよ。で1000枚作ったんですけど、5ヶ月半年かからずに1000枚売れちゃったんですよ。ありがたいことに。それで増版しましょうということで、増版また1000枚作ったらコロナですわ、ね、でも CD 腐らないんで全然大丈夫です、ね、今笑うとこですよ、ね、電話もなくても全然大丈夫です、ね、そしたらリクエストコーナー、リクエスト、これね、転調するんですよ、曲が転調するからね、これ難しいんですよね。僕はこの曲、千春さんのね、燃える想いっていう曲なんですけど、ちょっとずっと逃げてたんですよ、この曲。転調するんで難しいんですね。で、この曲もリクエストっていうかね、その方が多分千春さんの曲で気に入ってる曲なんだなとは思うんですけどね。ちょっと今日は頑張って、これはね多分皆さん知らない曲です。知ってるかもしれない。まるで夢を見てるような甘い時間に二人抱かれて指を絡め見つめ会えば戻れないこと感じていたの、ただ一度だけの愛と心に決めたから、燃える想いのまま生きてゆけるの、この命の儚さを忘れさせてくれる、あなた以外何も見えなくて、胸に
預け遠く過ぎた思いさえもやがて尋ねるいくつもの朝ただ一度だけの愛と心に決めたから燃える思いのまま生きてゆけるのこの命の儚さを忘れさせてくれるあなた以外何も見えなくてただ一度だけの愛と心に決めたから燃える思いのまま生きてゆけるのこの命の儚さを忘れさせてくれるあなた以外何も見えなくてただ一度だけの愛と心に決めたから燃える思いのまま生きてゆけるのこの命の儚さを忘れさせてくれるあなた以外何も見えなくて痛いんやって指が痛いんですこれね転調へと途中からこうね半音上がるんですよサビがねこれまあ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 練習したんですよこれね弾き語り大体チャラさんねバックでこれ多分歌うと思いますけど弾き語りは多分やってないと思うんですけどねありがとうございますでこれが燃える思いという曲なんですけど、その前にこれ四国新聞四国新聞3日の四国新聞3日の四国新聞これ見えますか高松千春ライブ生配信7月11日マリンウェブでライブ配信やります有料のライブ配信なんですけど、これが3日の新聞に出ましたこれで昨日は同じ四国新聞でパネットっていうね記事があるんですけどこれにも掲載していただきましてもうねありがたいんですこうやってねでこれ QR コードが載ってるんでここから入るとネット配信のねオンラインチケット入ることができるんですけどぜひお求めいただきましてねマリンウェーブの会館を助けていただいて今ねコロナでねライブできないんだよねで音響は谷川さんって言ってね谷やんがやってくれて、カメラは4台ぐらい 4,5 台入って、伊丹君っていうのがねこう操作してくれてそれで配信 YouTube で配信しますんで、ぜひ皆様ご協力をいただきまして、当日は夏目さんがね来ますし、石黒大作さんも来ますんでね、ぜひ皆さんよろしくお願いしますで実はねここでライブする予定やったんですよこれ4月の12日にねここでライブするんですライブする予定やったんですでももう結局ダメ
ね、散々ですよ。僕ね、大体あのライブするときって、そのお客さん入れてライブするときって、喋りが多すぎて曲少ないじゃないですか、割合ね。一回ね、芋煮って40分時間くれたんですよ。で、40分時間くれて、4曲しか歌わんかってね。これで、係の人が、すいません、高松さん、4曲しか歌ってないんですけどっていう、あ、そうですか、じゃあ、ちょっともうちょっと時間いただけますかって言ってね、だけど、もうすでに4曲目ですからね。あんまり変わらない。ほんまやな。急ごう。これもね、リクエストいただいたんで、これも千春さんの物語というバラードですね。バラード、あなたを愛して過ごした毎日、私が一番輝いていたわ。涙も見せずに、冷たい雨の中、あなたの姿を最後まで見ていた。あれから私も素直な女になることにしたの。少し遅いけど、
また声をかけてね。誰にも優しくするのもいいけど、今度の彼女は大切にしてね。あなたを愛して過ごした毎日、私が一番輝いていたわ。彼に会ったんやな、マジでばったりね。その彼氏はもうすでに彼女がおるわけやな。複雑やろな、そんな経験あります？聞かんとこ、いらんこと聞かんとこ。お知らせです。来月の8月21日にここで、金曜日なんですけど、千春さんのバックの春菜さん、それから、ギタリストの成川さん、エルディオっていうね、すごくもうここの空間にぴったりな音楽を、奏でてくれると思います。8月の21日、エルディオライブが19時からありますんでね、来てください。僕も来ます。僕来るって言うと歌いに来るんちゃいますよ。お客さんで来ますから、ね、8月の21日チェックしてくださいね。じゃあちょっと恋愛の曲はちょっと置いといて、2、3年前に松山千春さんのコンサートに大阪に行った時に、なんと最前列やったんです。で、最前列でちょうど僕がそのサラリーマンを辞めて、これから歌の世界で頑張ろうとしてた時の気持ち、不安もあるし、その不安を払拭してくれた歌があるんですよ。そのコンサートで、この選曲で来るかみたいなね、雑踏っていう曲なんですけど、雑踏っていうか人混みっていう意味なんですけどね、いきなり人混みって歌詞が出てきますから。人混みの中で肩をぶつけられ、倒れかけながら、それでも歩いた。恥ずかしい思い、悔しい涙も、やりきれず一人、ため息に
埋もれ振り返ると胸を張れることなどないけどやっぱり決めたままに生きてゆこうと思います。雨に体も心も流されてしまう挫けそうになり夢は諦めかけても ついてないだけど 自分に謝る 振り返る事などないけどやっぱり決めたままに生きてゆこうと思います。やっぱり決めたままに思います。これが雑踏という。もうなんかね、これ聞いたときは涙出ましたね。シャウさんが目の前でこれを歌ったときに、僕もそのやっぱり自分でこれ決めたんやから CD 打ってね、皆さんにお届けしようかなっていうふうに一生懸命思いましたね、ほんまね、うん、おいで次は今ね、冒頭で言いましたように熊本がね、災害でもう大変よ。地震の次はね、水害よ。もうなんかね、お亡くなりになった方もいらっしゃるし、もうね、なんていうんですか、お見舞い申し上げます、本当ね。でそこに中澤健二さんというね方が住んではるんですけど、うん、奥さんのご実家がそうなんかな、熊本県なんかな。で、まあね、諸事情があって、熊本で、暮らしているわけなんですけども、まあ、元気だといいんですけどね、うん、やっぱり自分の知り合いがいている先でそういう災害が起きるっていうのはなんか辛いですね、うん、熊本に誰か知り合いいます、ないですかね。まあ、僕30代の前半の時に阪神大震災だったかな。あの時もね、僕もともと高校卒業して大阪に就職したもんですから、だからもう先輩とか後輩とかみんなねいたし、ものすごく心配で電話しても繋がらんしね。
ほんだもうニュースで阪神高速が倒れてるっちゅう、ああいうニュースを聞くとなんかもういたたまれんかったけど、まあでも、きっと中澤さんも元気だと思います。その H2O の思い出がいっぱいという、知ってる？ああそうだった、うん、もう今日はあのこの曲は君のために歌うね。どこでも同じようなこと言ってます。古いアルバムの中に隠れて思い出がいっぱい、無邪気な笑顔の下の日付は遥かなメモリー、時は無限のつながりで終わりを思いもしないで、手に届く宙は限りなく澄んで君を包んでいた。大人の階段登る君はまだシンデレラさ、幸せは誰かがきっと運んでくれると信じてるね。少女だったといつの日か思う時が来るのさ。眩しい思い出がいっぱい、一人だけ横向く記念写真だね。恋を夢見る頃、ガラスの階段降りる、ガラスの靴シンデレラさ、踊り場で足を止めて時計の音を気にしている。少女だったと懐かしく振り向く日があるのさ。大人の階段登る君はまだシンデレラさ、幸せは誰かがきっと運んでくれると信じてるね。少女だったといつの日か思う時が来るのさ。少女だったと懐かしく振り向く日が来るのさ。奥さんが作った歌詞、何やったっけ、秋陽子さん、秋陽子さん、うん、そう、うん、作曲は鈴木さんということかな、うん、そう、ね、いい曲ですよね。あと15分やな、15分頑張ろう。次は大変お待たせしました、チューブの前田さんの曲を、あの、知ってる？チューブ、はい、チューブってこれじゃない？チューブ、それチューブや。恵子さんありがとう。そうそう、あ、夏休み。
ってる？ああ夏休みっていうとこだけ言うてくれた。反応薄いけどね。マジで、はい、いらんこと言わんでええな、まあ、なあ、そうそうやねんな。え、何歳なの？ 21? あ、そう、俺21の時にな、毛が抜け出したマジで。でも大丈夫や、君はなんか黒々としてるしな。おう、え、君も同級生？何歳？え、20歳。感じ悪っ。20歳。なあ、いや、みー聞かん。女性には聞かんから。なあ、あの、勝手にハゲのおっちゃんが想像させて、なあ、この子きっと、なあ、20代だろうとか、なあ、勝手に思ってた。その時もあったな。そんな時もあったんで、俺も一応、こんな、あの、な、千春さんに憧れて毛が抜けたけどやな、昔はふさふさやってんだよ。見てみたい。見てみたい。後で見せてあげる。ね、ほんで、あの、チューブの、ああ、夏休み歌いますから、あの、Facebook の皆さんも、あの、ご近所迷惑にならないぐらいで、ああ、夏休みって叫んでいただいて、ちょっとね、キー落とします。ね、キーを一音落として、チューブさんのね、あの、キー高いんで、あの、ちょっと落としてやりますんで、適当に、あの、叫んでくれたらいいから。あの、別に期待はしてないんでね、うん。協力はしてほしい。な。あ、別に手拍子してんね。手拍子してんね。そうそうそう。湘南で見たよ地図の君は、誰かで振り向く瞳に急ぐ夏の少女、一度お願いしたいね。I love you 連発する渚の狼を、防波堤腰掛けて、やけはなくせに、寝くさめやらぬ二人、飛び込む水の音。ほうみたい夢出ちゃうのかい、こんな出会いは、夏の数だけ恋したけど、いいぞらいたいだけいいじゃない、これ夏花を。いきます。ああ夏休み、ちょいと泳ぎ疲れ胸に、クールベイビー。夜は夜、そうね、浴衣に花火、瞳読み切れない、これじゃ Time goes by。影が揺れてそっとうなずいたみたい、光るルージュ濡れて震える夜明け中、砂に埋めた涙忘れてもいいね。ためらいは蚊帳の外、鈴虫も泣くよ。頬みたいなんて恋みたい、指が切ない、砂の数を愛したいけど、いつもないだいたていいじゃない、粋な別れに。ああ夏休み、
こう見た夢とちゃうのかい、こんな出会いは夏の風にだけ恋したけど、いつらい大体でいいじゃない、焦げた素肌を、あんな夏休みちょいと泳ぎ疲れ胸にクールベイビー、ほうみたいだって恋みたい、指が切ない、つる女の数ほど愛したいけど、いつらい泣いたっていいじゃない、粋な別れに、あんな夏休みちょいと終わらない、もっとまだまだベイベイ。すいません、もうあのね、急にあのお客様入ってこられてね、何事かと思うんです、すいませんね、ちょっとギリラライブやってるんで、あのよかったらね、あと1時間ぐらいやります。嘘嘘、もう終わる、もう終わる。よかったな、ええ時に来たわ。あと2曲ぐらいで終わるから。よかった、ちょうどな、ほんまな。よかった、よかった、ほんまな。どうも皆さんありがとうございます、本当。あの7月11日、あのぜひね、多分ここにいらっしゃる方はみんなオンラインチケット買ってくれると思います。ね、この微妙な空気。大変ですよね。じゃあ、松山千春さんの僕の原点、僕は本当に千春さんに何回も救ってもらって、昨日はね、坂出の矢そばで、あのそれもね、8月本間はイベントがあって、僕そこで呼ばれて歌う予定やったんですけど、結局もコロナで中止になって、で、まあ、せっかくそのね、キリンとかあのいろんな動物のオブジェを作ってる岡山さんっていう人、テルサとかね、まあ昔テルサとか、あのキリンが足組んでるとか、そういうオブジェを作ってるその岡山さんがね、あの矢そばにいてて、でその元気な若い人たちが盛り上げようっていうんでね、いろいろイベントをやってるんですけど、まあその会があるんで、まあ僕もその PR に行ってね、あのチケットを買ってくれたり、で昼間はね、シドにね、ムーっていう、ここも安くて美味しい、ここも美味しいけど、そこでね、あの百十字銀行のね、トイメンで、ね、なんかね、3、4階のビルがあるんだけど、2階に上がっていったら、ムーって。で、そこ行って、ほんならね、お客さん何人か入ってきて、そこでは歌ってないよ。あの、チラシを貸してくれって言って、行ったら、男の人が、え、高松さんって言うから、あ、そうです、高松さんですって言って、私知ってますって。でも、初めてお会いしたのにチケット買ってくれてね。もうありがたかったです。ね、そうやって日々、あの、頑張って毎日どこぞここぞに行って PR している今日この頃でございますが、最後に松山千春さんの大空と大地の中ではね、一応アンコールっていうのがありますんでアンコールね、ありますんでね、ね、皆さん分かってますよね、アンコールね、今日もたくさんコメントどんどん来て、ちゃんと全部見て返信しますから、あの全然ね、僕楽しみにしてるんです、だってね、皆さんがねコメント、してくれるのは楽しみにしてるんで、ぜひあの遠慮せずどんどん、あ、チケット買いました、ありがとうございます、すいませんね、ほんまね、アンコールアンコール、新藤さんまだ早い早い、まだ早い、これ最後の曲やから、その最後の曲終わったらアンコールね、お願いしますね。それでは皆さん、恵子さん、今日はありがとうございます。
それじゃあ一応最後の曲、一応ですよ、一応最後の曲、大空と大地の中。果てしない大空と広い大地のその中で、いつの日か幸せを自分の腕で掴むよ。歩き出そう明日の日に、振り返るにはまだ若い。吹きすさぶ北風に飛ばされぬよう飛ばぬよう。凍えた両手に息を吹きかけて、縛れた体を温めて、生きることが辛いとか苦しいだとか言う前に、育つ花ならば力の限り生きてやれ。凍えた両手に息を吹きかけて、縛れた体を温めて、果てしない大空と広い大地のその中で、いつの日か幸せを自分の腕で掴むよ、自分の腕で掴むよ。中途半端な手拍子ありがとうございます。嬉しい、中途半端なんだよね、うん。じゃあ、最後に僕のオリジナル曲、憧れすぎて毛が抜けて、憧れすぎて糖尿にもなり、憧れすぎて曲までできてしまった。僕ね、実はこう見えて、まあ、どう見えてるか分かりませんけど、お坊さんじゃございません。僕ね、中学生の時にいじめにあってまして、でも登校拒否で、胃炎にもなってしまってね、まあ、そういう幼少じゃない、その学生時分、中学高校はあんまりいい思い出がないんですよ。でその自分の若かりし頃からちょっと前までを歌詞にしたものを、その松山千春さんのバックミュージシャンの夏目一郎さんという方が、
曲をつけてもらったんですね。でその曲を最後に、これね、僕のライブに来てくれる人が替え歌作りよってね、またその替え歌がうまいことできてんねん、まあ、歌詞を僕はわからないので、またね、その合唱隊に合唱隊に今度来てもらって、僕が弾いて歌ってもらうみたいなね、そんなもいいかなと思いますけど、もうあの今日はちょっと時間オーバーしますけど、このカップリングの曲も歌いたいと思います。どうもありがとうございました。幼い頃は気が弱く恥ずかしがり屋だった。友達からも馬鹿にされ、つまらぬ日々を過ごしてた。あの日あなたの歌に出会い、体が震え涙溢れて、抑えきれない心の叫び、一筋の光を目指し、この世界が俺のすべて、この世界が俺の人生、この世界は誰にも渡したくない、昇る朝日に誓う。それからあなたに憧れて、ギターを弾いては歌う、下手くそな自分に唇噛んで、何度も何度も歌う。大人になって仕事も始め、心折れる時もあった。そんな時いつもあなたの歌が俺の胸に問いかける。この世界が俺のすべて、この世界が俺の人生、この世界は誰にも渡したくない、沈む夕日に誓う。息を吹きかけて、この世界が俺のすべて、この世界が俺の人生、この世界は誰にも渡したくない、明日の空に誓う、あなたに、あなたに誓う。
ありがとうございます。あの、すいません、あの、これが俺のすべてっていう曲なんですけど、これのカップリングがあるんですよ。でこれカップリング歌ったら終わります。でカップリングもね、これ意味があって、あの、俺のすべてっていう曲が、まあ、そのサラリーマンまで行ったね、高校卒業して、だんだん毛も抜けてきて、苦労しながらね、先輩、大阪ってね、やっぱあれなの、独特なね、あの、何、可愛がり、可愛い、あ、どちら出身ですか。いやいやいや、あなたです。富山。あ、富山。マジで？富山。俺、あの、去年行った。富山。ライブしに行った。うん。どっちが大阪？大阪。生まれも育ちも？大阪。俺ね、あの、大阪のその先輩方っていうのは、その、なんていうかな。僕が例えばコート買って行くじゃん。ほんならちょっとね、丈が長かった。それを見て、まあ、その僕の上司が、何やお前その袴みたいなコート、早返してこいっていうような、そういう言い方するんやけど、それはお前似合ってないから、なそれやめた方がいいよっていうことなんだ。だけどこう口がちょっと悪いね、大阪はね、ちょっとだけね。でもね、あの、なんていうんですかね、愛情はあるのよ、大阪の人。うん、あの、この曲、これからを書いた人も大阪の人なんや。ほんでね、僕が年上やと思った、初め一個しか変わらない、石黒さんが一個しか変わらない。ほんで初めおった時に丁寧語や、ごっつい丁寧語、あ、そうですか、そうですか、そうですか言うて丁寧語や。ほんで俺が一個下って分かった時に、なんやハゲクソハゲね、もうガラッと変わんねん。でもその大作さんも、あの、悪い人じゃない、ええ人だね。うん、なんかね、あの、初めこの歌詞を書いた時に、あの、メールで送ったら、何やお前この暗い歌詞は。で、これ俺なりにちょっと手直ししていいかって言って、で、お前のこう意味合いは分かると、この歌詞は意味は分かるから、俺なりにちょっと表現してみるって言って、それで曲も作ってくれた。ええ人なんだ、悪い人じゃない、一応言うとかないとね。忖度忖度ね。じゃあ最後に、これからという曲を歌います。どうも今日は長時間ありがとうございます。独り言が多くなってきた。俺も歳を取ったのかな。何を求めて生きてきた。たまに振り返る。楽しく生きていたいよね。これからは正しいとか間違いだとか、本当は誰も知らない。時間はもう今を愛しいと思ればいい。昨日は空を見上げ、今日は大地を走る。
生だから楽しく生きていたいよね。これからは この道はどこへ続く。目の前に伸びる道、右も左もどちらでも迷うことなど考えないで、昨日はさよなら、今日は自分のままで、あった一度の人生だから、楽しく生きて